もう一個お聞きしたいのが、シブハウスが日本っぽいって先ほどおっしゃったんですか。はい。どこが具体的に日本っぽいって考えてますか。ああ、すごい思ってるのは、隣人とかとその中の人っていうのが、まあ、いるわけですよね。その物件の。あ、物件の中にいると隣人。そう、はい。だから多分、まずパッと家を外から見たときに、なんか、あんまり変じゃないなと思ってるんですよ、僕、シブハウス外から見たときに。そう、なんか、意外と街の中に溶け込んでるなと思って。あ、はいはい。で、それとかってすごい日本っぽいと思うんですよね。なんかベルリンとかニューヨークとかに行って、そういう若者が集まってる家みたいになると、大概なんかよくわからない落書きがあったりとか、なんかもっとこう、なんだろう、バキの家とか。あ、はいはいはい、はい。で、そういうなんか、その隣人との接触みたいなのが、その物件に刻印されてない状態とかっていうのも、まずすごい日本っぽいなと思うし、その後じゃあ、うん、まあこれがシブハウスらしいと思ってすげえ普通だなと思って、なんか入ってみると、なんかもっと中の人たちも結構僕は普通の人だと思ってる、うん、普通の人が集まってる。で、その普通の人が集まってるっていうのは全然多分悪いことじゃなくて、その変わっている人がどうにかやっていくっていう形に日本だとそのコミュニティがならないんだなと思うんですよ。うそう、だから日本で本当に変わってる人って多分そのコミュニティにも入れないと思うんですよ、ね、ああ、なるほど。そう、ただなんかまあそれは海外でもそうなのかもしれないんですけど、多分その特に日本の物件って狭かったりするじゃないですか、はいはい、そうで狭かったりするから、なんかうまくやることを求められたりする。うん、でそのうまくやれているかどうかみたいなことが常に周りから判定されて、まあそのなんか空気を作っていくみたいなことがあると思うんですよ。空気読むってことですか。空気を読むとかってことがあると思うんですよね。でそれがなんかやっぱり一緒に使っているとそういう空気が形作られちゃうんだと思うんですよ。で僕なんかはあんまりそれは個人的には好きじゃないんだけれど、そのなんかそういうものがやっぱりその至る所に見えたりするから、はいはい、そうで、それは例えば一回行ってもらったりして、はいはい、なんか中にいる人たちと会話したりすると、はい、なんかあ、ここはある空気によって動かされてるっていうことをすごい感じることができると思うんですよ。でやっぱりその日本人空気読む問題とか、はいはいはい、そういうのとかっていうのは多分すごい海外の人がびっくりすると思うんですよ。暗黙の了解みたいな、ね、ありますよね。そう、これちょっとすみません、下品な話してもいいですか、はい、なんか割とこうなんていうか変なんかこうデパートメント H っていうイベントがあるんですね。これはすごいアンダーグラウンドなイベントで、まあ割と有名なイベントなんですけど、そのなんかいろんななんかこう変態系の人が集まるイベントなんですよ。でなんかウグイス谷の方で、まあなんか月に1回ぐらいやってるイベントなんですけど、そう、でもこれってもともとなんかフランスの方のなんかある種のそういうフェティシズム、フェチイベントみたいなのを日本にまあ数十年前に輸入した、まあなんかドラッグクイーンの人とかがいて、でその人とかがずっともう何十年かやってるイベントなんですよ。でなんかそれを取材しに来たフランスのジャーナリストの人がいて、でその人と話したことがあって、僕でなんかデパートメント H 行ったんですよって言うから、どうでしたって聞いたんですね。でそしたらなんかまあすごいごめんなさい、本当に下品な話なんですけど、はい、変態系のイベントなんで、はい、まあすごいこうなんていうかパフォーマンスで、うん、女性が男性を刺激して抜くっていうパフォーマンスをする人がいるんですね、はいはい、でこれ実はでも本国にもある、本国というかフランスにもそういうパフォーマンスをする人がいて、そうですね、超いっぱい人がいて、でなんかさ、そういうイベントがあるんですよ、でまあいやまあ行くかどうか置いておいてで、そういうのがあって、ですげえ面白かったのはフランスだと、ごめんこんな話しててちょっとおかしいですね。そう、フランスだとまあ結構割とその女の人も乱暴にバーってパフォーマンス的にやって、はいはい、でそれで男性もバーって抜いて、みんななんかわーみたいな、はいはいはい、そういうテンションがある、はいはいはい、そういう空気がある面白いで、日本だとそれをやった人が
終わった後に、まあ、割と丁寧にやった上に、なおかつティッシュを渡してくる。で、このティッシュを渡すっていう行為は、パフォーマンスの外側なのか内側なのか分からないっていう話をして、それはめっちゃ面白いなと思ったんですよ。なんで今俺この話してるのか分かんないですけど。興味があるんですか？日本っぽい。日本っぽい。そう、でもすごい日本っぽいっていうか、そのだから、それがすごい日本っぽいって言うんですよ。だから。なるほど。あの、つまり、ティッシュらしいまず変態系のイベントである。集まってくるお客さんとかも、当然、なんていうか、ある種のパフォーマンスとして、はいはい、そういう、こう、なんていうか、性的なものとかを鑑賞するっていうような体験を求めているし、はい、あるいは、そういう体験を、なんかこう、発表しようと思ってきてる。はいはい、で、その中で、そういうパフォーマンスが行われますっていう時に、ティッシュ渡すかっていう、なんかこう、問いかけをされて、あ、なるほど、みたいな。その視点面白いなって思ったんですよ。外国人化すると、うん、ショーだろと。そう、これショーだろ。ショーだろ。ショーで、なんでそんなサービスみたいなことするんだろう。ショーとサービスは別だろっていう話をするわけです。その中、ショーとサービスが別だろみたいなことっていうのが、まあ、その、別にそういうこう、変態系のことじゃなかったとしても、まあなんか、あると思うんですよ。なんか、日本社会の中で、その海外の人が見に来た時に、え、ショーなのサービスなのみたいな。なんか、僕、例えば、あと、これで言うと、ちょっと、双子って焼肉屋あるじゃないですか。双子って双子っていう焼肉屋さんがあるんですよ。チェーン店なんですけど、あの、なんか、すっごいこう、なんか、あと、あれだな。あの、アイスクリームで、あの、なんかこう、はいはいはい、そう、あれとか、コールドストーン。そう、コールドストーン。コールドストーン。そう、歌ってくれるみたいな。だからああいうのとか、まあもちろん、海外にも似たようなそういうお店はあるのかもしれないけど、なんかその、もっとショーをじゃあ売りにしようとかっていう話になってたりすると思うんですけど、なんか日本ってそう、ああいうのに限らず、なんかそういうのが溶けちゃってるものって多分すごいいっぱいあるんじゃないかな。ショーとサービスが溶けてる何か。確かに、やりきれてないかもありますけどね。だから、そのシマハウスが構造的に僕ちょっと面白いなと思ってるのは、作品だって言って見せられるわけじゃないですか。はいはい、で、そこに人が入っていって、はい、まあじゃあこれは作品なのかなと思って見るみたいな、はいはい。で、そういう作品なのかなと思って見に来たやつっていうのが、そうじゃない人たちとコミュニケーションを、つまり中にいる人は普通にシェアして使っているだけだから、はいはいはい、そこでなんかこう、コミュニケーションが起きる。で、そうすると、ショーとサービスみたいなのが常に接しているような状態っていうのが家の中に形作られると思うんですよ。で、このショーとサービスが接している状態が常に態度として構築され続けているのが、まあ、結局何かを、ネットワークとして拡散していくと思うんですよね。つまりなんか来てくれてありがとうっていう話になるわけですよ、家の中で。でも、シェアハウスに遊びに来た友達、遊びに来たなんか他人とかに、来てくれてありがとうってなんないですよね。だから、そこの違いとかっていうのはかなり、その、なんていうか作品として面白い部分、ポイントだと思う。そのだから日本の公共みたいなのが、ある種空気で動かされてるってことと同時に、なんかそのサービスとそのショーみたいなものの点、なるほどね、あの接点の部分にしかないんじゃないかって。だからそのなんか、あの日本で公共って言って僕、最初にイメージするの名刺交換会とかなんですよね。公共って何ですか？公共。パブリックな状態。公共的な状態。公共的な状態をすごい、日本でイメージすると、なんか名刺交換するとか、なんかそれこそあの婚活とかそういうのとかってすごいなんか公共的な振る舞いをみんなしているように感じて、日本人の考える公共的な振る舞いをしているように感じていて、でも本来だったら公共ってもっと広い場所に点在してあった方がいいと思うんですよね。だからそれがないから逆にすごくなんか生きづらさができたりとかすると思うんですよ。その点在、公共のものは点在した方がいい。公共のものっていうのは公園とか、うん、そうですよね、道路とか。そうですね、公共のものっていうのは点在した方がいいと思うんですけど、そのなんか、日本に公園作ってもサッカーとかできないじゃないですか。ボール使っちゃいけないとか。はい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 。そうそうそう。で、なんか、かそう、出会った人がコミュニケーション取ってたとしても、なんかこう、ぎこちないみたいな。なるほど、なるほど。なんでこんなぎこちないことが生じるんだろうって思った時に、うん、多分、公園っていうものがショーかサービスかどっちかに多分なっちゃってると思うんですよ。おー、うん、そうだからサービスだとしたら、例えばあそこにはサッカーコートがあるからサッカーをしに行くっていう目的でしか人が集まらない、はいはい、でショーだとしたらあそこは公園だから
みんな、まあ、犬を散歩するとか公園っぽい使い方をしようっていうこのどっちかに公園がなっちゃうんですよ、はいはいはい、でも一番必要な公園って多分中間の公園だと思うんですよね。つまりサービスとショーの接点になるような公園がすごい重要だと思う。でそういうものって多分日本の中に全然ないと思うんですよ。なるほどなるほど、うん、確かになんかここは暗黙の了解がありますよね。そうですね、うん、そうそう。だからそれを強制的に作り出すにはどうすればいいかっていうと多分小空間として設定されているところに、別に小空間だと思っていないかサービス精神旺盛なやつがいるとか。あ, ある意味ゲストハウスに近いかもしれないですね。そうですね、言うと、うん、でもゲストハウスではないですもんね。そうですね、まあでもゲストハウスはだから僕はちょっとそういう意味では先輩ではあるかなと思って。あ、なるほど、つまり近いものだと思ってらっしゃる。そうですね、ただゲストハウスっていうのがやっぱりそのある種のビジネスとして確立されてはいると思うんで、うん、そう、そうではない形っていうのは目指したかったというか、うん、まあ、つまりいっぱい置けた方がいいと思ってるんですよ、そういうものを。置けるっていうのは芝生がいっぱいあった方がいいと思うんですか。あ、そうですね、なんか街中にいっぱい作品として置けた方がいいと思ってて、はい、確かに、うん、そうで、なんかそれってどうやったら作れるのかなみたいなことがやってみたかったりとか、あとまあやっぱりビジネスになった時に今度そのサービスとショーっていうのは両方ともビジネスの要素があるから、なんかビジネスっていうものに結局持っていかれちゃうみたいなことになると思うんだけど、だからそのシュワハウスでは全く利益を出さないようにしてるというか、まあ、中で運営のメンバーが運営の費用を集めて、それでもちろん家賃を払ったりとかいろいろなことをしてるんだけど、誰も別に得してないわけですよ、はい、まあ、で全員損してるかって言ったら別に損もしてない、はいはい、謎の物件があるっていう状態を、まあ、どうやって作れるかっていうことは、まあ、すごい不思議したところです。なるほどね、うん、なんかあれですね、本当それ聞くと都市の中に本当公園、住める公園作っちゃったみたいな。そうですね、ですね、それが一番近いと思います。面白い、ゲストハウスでもないしシェアハウスでもないしっていう、うん、まあ、傍から見たら何もしない人も明日会うでしょ、シェアハウスでしょって思っちゃうかもしれないですけど、うん、そこの根底にはね、その話を聞くと全然また見え方が変わってくるって確かに現代アート的だなと思いますね、うん、そうで、あとだから最近遊具がいいなと思ってたのは、そのなんか公園の中でそういうショートサービスの場になってるものってなんだろうって思った時に、多分少なくとも子どもたちにとってはなんかすごいプラスチックとかで作られた遊具が結構そういう要素を果たしてるなと思って、そうだからそのなんだろう、例えばちょっと高いところに登ってなんかドヤ顔したりとか、まあなんかそういうことがあるなと思いますよ。でそれは大人たちの間には日本ではあんまりないと思ってるから、そうだからそういうものを作りたかったなっていう言い方はできるなと思って。そう、だからそういうもんないっすね。そうですね、そう確かにクラブとかで遊ぶとか、まあ、ちょっと近いかもしれないけど、うん、こう自由に何でもできる場所みたいな。そうですね、うん、だからクラブとかもその、ね、ある意味では有名な人を見に行くんではなくって、自分たちの中でその全然そいつが知名度とかじゃなくて単にいい曲いっぱい知ってるからとかでやっているシーンか、もしあればそれは確かにそういう有名的な機能を果たしてると思うんですけど、それってやっぱりそのなんていうか個々のネットワークの中でそういうことがたまたまあったっていうことになっちゃうと思う、うん、でそれをなんかある程度こう環境的に構築できるような装置って考えるとやっぱりこういう形になるかなと思います。なるほど、まあ、面白いこれ、うん、なるほど。ちょっと話がもう終わんないんで、ちょっと一旦今日はこの辺ですいません、ごめんなさい、一旦終了させていただければと思ってるんですけど、はい、ちょっとぜひまたこういう面白い話を聞かせていただきたいんで、はい、引き続き何卒ありがとうございます、よろしくお願いします。ちょっとまた時間を置いて、ぜひまた別のテーマでいろんな話したいなと思いますので、はいはい、また、じゃあ次回またお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。